顔って、もしかしてアラバスタか？ビビちゃんの国か。しかし、本当にこれが思い出の中なのか？すごいわね。本物の菜の花の港町と変わらない。ここはアラバスタというのね。どんな冒険って言われても一言では難しいわね。具体的にこのアラバスタでしたことを思い出して。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやってきたんだよな。そうだな。バロックアクスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから、それを防ぐために戦って。犠牲はたくさん出たけど、クロコダイルを倒してどうにか戦いを終わらせられたのよね。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのがあなたたちがここでした一番大きなことよ。じゃあもう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。やることが分かったんならとっとと行くぞ。待って、まだ言っておかないといけないことがあるわ。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、前と全く同じことが起きるとは限らないの。どういうことだ？ここは俺たちの記憶で作られてるんだろ？だからよ、記憶って曖昧なものでしょ。それにこれから起こる出来事も現れる敵も現実より厳しいものになっているはずなの。え？そりゃどういう仕組みだ？簡単に言うと、あなたたちが強くなった分、記憶の中の敵も強くなってるってこと。そうなのか？俺たちが強くなった分、クロコダイルも強くなってやがるのかよ。でも待って、今の私たちって前より弱くなってるんでしょ？ええ、その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまりあなたたちは不完全な状態で以前より強くなった敵と戦うことになるわ。そんなの不公平じゃねえか。それでもこれがメモリアの仕組みだから。マジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まあいいじゃねえか。まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。行こう。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ？だいたいここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ？大体ここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。そうか、ロビンはバロックワークスにいたんだもんな。懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな、うまい飯屋もあったな。いや飯の話じゃねえよ。あなた食いしん坊なの？
クロコダイルは今レインベースよ。そこにあるカジノレインディナーズが彼の本拠地。そうだ、俺たちそのカジノで捕まったよな。あんたたちが後先考えずに突っ込むからでしょう。ともあれ決まりだね。目的地はレインベースのレインディナーズ。行くぞ、ワニんとこに。レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。あ、この道覚えてるぞ。前はこの先にメリーを止めてたが、時期を考えりゃもういねえか。メリー、メリーじゃねえか。相変わらず美しい船体だ。また会えて嬉しいぞ。しっしっしっし、また会えたな、メリくぅ、海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ、メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？お前、お腹が痛いのか？俺は医者だ、見せてみろ。おかしいな、熱もない。おいおい、チョッパーにも原因がわからねえなんて。きっとアラバスタ特有の病気なんだ。おいお前、この症状になったのは初めてか？違う、前にも何度か。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が菜の花のどこかに売ってるかもな。探すなら町の中心にある広場だな。そこならいろんな店がたくさん並んでいたはずだ。行こうみんな。俺、医者としてこいつのことほっとけねえぞ。待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから来た。でも、おかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。
を持って行ったやつ、誰か見てたりしないかな。なんだお前たち。お前だな、菜の花中の薬を持っていったのは。急病人だっているのにひどいことするなよな。黙れ。俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。貴様らなどにとやかく言われる筋合いはない。いいから町の人に薬を返すんだ。うるせえ。文句なら命令を出した国王様に言いやがれ。こいつ本当はバロックワークスのくせに、あくまで国王軍のふりを続ける気だぞ。大丈夫だチョッパー、俺に考えがある。どうすんだ。ごほん、いやすまない、今のはお前を試したんだ。ちゃんと国王軍の演技ができているかどうかをね。お前ミリオンズだろ。実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取るように言われてきたんだ。何言ってんだウソップ。いいからここは黙って見てなさい。ビリオンズ、それならそうと早く言ってくださいよ。見てください、ほらこの。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。王国への不満も増えるってもんです。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですよね。お前、薬は簡単に手に入れられそうだけど、俺このまま戻るなんてできねえ。戦医がこう言ってるがどうする。ルフィ、ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。おう、やるか。ゴムゴムのブレッド！レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な。ボーシャット！俺がまとめて相手してやる。一刀流、いよい、シッソンソン。よし、やるか。
つも通り自由にやるぜ。ボーシャット。切り替えのありそうな一刀流。いよい、シッソンソン。あんたたちなんかお呼び。行くわよ、サイクロンテンポ。いってー、ゴムゴムのブレッド。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。ムートンシャット。刃こぼれすら己の一刀流。いよい、シッソンソン。まだだ。行くわよ、サイクロンテンポ。お前たちの相手は俺だ、ムートンシャット。刃こぼれすら己の恥。とら、やり、俺が相手だ。ゴムゴムのブレッド。準備 OK。 いくわよ、サイクロンテンポ。ま、よし、これで薬は全部回収できたな。だけど…そうだな。それに、この中のどの薬があいつの腹痛に効くのかも。街の物資を奪うとか、クロコダイルもひどいこと考えるよな。でも、良かったの？私たち、以前と随分行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど、多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分って、お前な。
だぜ。エナジーアップらうまい。おいおい、本当に元気になってやがる。単に腹が減ってただけなのか。すまんな、実はそうだったんだ。腹が減ってるならそう言えよ。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし、知らない病気かと思ったじゃねえか。悪かった。だがアラバスタじゃ俺みたいな行き倒れは結構いるんだぜ。水や食料が簡単に手に入る場所でもねえんだ。そうか、事情は分かったよ。でも腹が減ってんならそう。だから悪かったって。ついいつものノリでやっちまった。こうしてるといつも通りすがりのやつやこの先の雑貨屋の店主がなんか恵んでくれるんでな。あ、呆れた。そう、とにかくありがとう。本当に助かったよ。これからも俺のような生き倒れを助けてやってくれ。ああ、そうだ、ついでにこの鍵門の前にいる男のところへ持って行ってくれないか。あんたたちが戻るのを待っている間にちょうど手元のところに落ちてる。いや、それなら自分で。あー、腹が膨れたら眠くなってきた。おい、こんなとこで寝るな。はあ、とにかく無事みたいでよかったぞ。それにこれであの門の向こう側にも行けそうだしな。ああ、もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。ああ、ダメだ。あの鍵、もう一生見つからねえ気がしてきたぜ。ナナ、この鍵、お前…おお、それだそれ。俺、今朝からずっと探しててよ。じゃあ、早速門を開けてくれる？うん、すぐ開けるから待っててくれ。開いたぞ。あんたたち、鍵を届けてくれてありがとうな。あれ、この後どうするんだ？レインベースまで陸路で行かなきゃいけないから、そのルートに関する情報集めと、あと砂漠を進むことになるから必要な物資を揃える必要があるわね。しっしっし、じゃあ先に食い物集めだ。お前なあ、まあ別にそれでもいいか。よし、行くぞみんな。Jangan lupa support channel ini dengan like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton.